関西電力は去年4月から今年3月までの1年間の決算について売上高が4兆593億円最終的な利益である純利益が4418億円といずれも過去最高だったと発表しました需要増に伴う電力収入の増加に加え高浜原発1、2号機の再稼働により原子力の利用率が大幅に上昇したほか 燃料価格の低下などが利益を押し上げたとということです過去最高ということでございますけれども、これはあの、まあ、一過性の要因も含まれています、昨年がマイナス赤字であったことからあの比べていただきますと、あの決してそれはあの今年の利益があの実力であるということではないと思いますその上で森社長は、電気料金の値下げや据え置きについて、 経営環境をしっかり慎重に見極め、総合的に判断していくと述べるにとど気になる電気料金ですが、この先。 値上がりするとみられます。はい、平均的な家庭なんですけれども。去年4月の電気料金5769円だったのが、今年の4月の請求分でおよそ500円アップ6211円になっています。そして、来月5月には再エネ付加金の引き上げによって、さらに500円アップ。うん 6月には政府の補助金が減ることによってさらにさらに500円アップしますそして7月には補助金の廃止も検討されていましてそうなるとまた上がる可能性というのも出てきている状況です 関西電力としては利益過去最高なのになんでという声も聞こえてきそうですが他のものも安田さんこれかから上がってくるんでしょうか今まではこの電気料金の値上げに関してそれを価格転嫁するのは結構難しいと言われてたんですが、ねまあ、中小企業とかイメージすると必ずしも消費者に直接製品サービスを供給しているわけではなくて他の企業に卸しているうそういう時になかなか価格を買いにくいという事情があったんですがやっぱ昨今、値上げが続いているので今までと比べると価格転嫁ある程度進むかもしれない、はい、で消費者からすると値上げをある程度確保する必要があるのか かもしれないんですけれども、はい、これはある意味仕方のない値上げですので、まあ、そこは受け入れざるを得ないかなと思いますねこれ補助金ですが政府がこの補助金を神崎さん 延長すすするってこことはないんででか、ね、そうですねこれ実は結構この3ヶ月で急激に電気代が上がるってことは想定されてまして、はい、特に、まあ、あの補助金に関して言うと6月に半分だけやめましてで7月にまあ残りの半分やめようかって話になってるんですけども、うん、本当にねこれ皆さんの給料が上がっていって実感できたらいいんですけどもやっぱりまだ生活が苦しいよっていう国民の声が強くなればあのガソリンのような形でまあ延長することも考えられるとは思いますけどね,ねこれから本当にエアコンを使う季節でもありますからね。お財布的に厳しい となるんでしょうか関西テレビニュース YouTube チャンネルをご覧いただきありがとうございますチャンネル登録よろしくお願いします